続いて県外からこちらへ移り住んできた方々、移住者についてのリポートです。そうした人たちの中には慣れない土地で不安を抱えている人も少なくありません、うん、そうですね。私も鳥取に来たばかりの頃はやっぱり知り合いもなかなかいないので、近くに頼れる人がいればいいなというのを、ね、ちょっとした話をする人だもんね、うん、まあ、そういった声に応えようと、去年から移住者同士が支え合って田舎暮らしを応援しようという取り組みが始まっています。その現場を取材しました。鳥取県の人ってどこから来なったって絶対聞きますよね。ここはやっぱり変だと思うよっていうのがあると思うんです。語り合っているのは県外から鳥取に移住してきた人たち。移住者同士が気軽に交流できるようにと作られた移住カフェという取り組みです。去年5月から月に1回開かれていて、この日は鳥取の印象について意見を交わしました。平和すぎる、たまに平和すぎる時があると、ね、何もないだからこそ渋滞がない、何もないだから空気がいい、だから何もないということは私すごく大好き鳥取のこと。移住カフェを主催する福井常美さん、福井さん自身も6年前東京から U ターンしてきた移住者です。移住カフェを始めたきっかけは妻の千草さんでした。東京での生活が長かった千草さん、縁もゆかりもない土地で友達ができず、なかなか鳥取に馴染めませんでした。伝えたかったですね、やっぱり自分の住んでるところの良さを伝えたいっていう、一番伝えたのはやっぱ家内に伝えたかったんですよね。千草さんのように不安を持つ移住者もいるのではと、去年移住カフェを立ち上げたのです。移住カフェのメンバーの一人、茨城県から移住してきた信京健二さんです。有機農法による農業がしたいと、去年祖母の家があった日南町に哀嘆しました。妻の彩子さんは畑で作った野菜を使って喫茶店を経営しています。建物は閉店した食堂をリニューアル、改装作業を行ったのは移住カフェのメンバーたちでした。改装から半年が過ぎ、福井さんが様子を見に来ました。こんにちは。どうも。お久しぶりです。移住カフェで生まれた人とのつながりが、のぶきおさんたちの生活の支えになっています。福井さんも可愛がってくださって、応援してくださってるんで、それだけで本当にありがたい。不便なところもあるけども、だからこそちょっとつながって、本当にね、心が満足できるような暮らしができたら、最近では移住してきた若者の間で新たな活動が始まりました。よろしくお願いします。はい、大変です。グリーン。移住者同士にとどまらず、地元の若者たちともつながりを持ちたいと動き始めたのです。この日は20代から30代までの25人が集まりました。何も聞いたことないって感じなんだね。足が必要ってことですね。全部行くための。この2人は意気投合、一緒に音楽イベントを開こうと話が盛り上がりました。このイベントを主催した徳田勝さんも、去年大阪から移住してきた移住カフェのメンバーです。思いを同じくしている人と出会う場所っていう風になればいいなと思ってます。応援団としていろんな若い人をどんどん応援していきたい。移住者と語り合うことで地元の若者たちも刺激を受けています。今日ここに来て、こんなに若い人住んでたんやなと思います。でみんな一生懸命自分のこと考えてて、なんかちょっと頑張らんとなと思います。集まる、つながる、広がるをキーワードに、これからも移住者同士、そして地域の人を結んでいきたいと福井さんは考えています。鳥取県ってこんなに厳しいよと、でもこの厳しい鳥取県の中でもこんな仲間がこんなにね、コミュニティを持って活力出してるんだよと、そしてコミュニティをいっぱい作っていけばもっといい鳥取県になると僕は信じています。はい、この移住カフェですが、倉吉市を中心に毎月第1日曜日に開催されています。
最近では広島、島根など県外からの参加者も増えているということです。この移住カフェに関する詳しいお問い合わせは NPO 田舎暮らしの応援団までお願いします。リポートでした。